楠木雄介は、福岡県北九州市出身の元プロ野球選手。元プロ野球選手で、高校野球監督の楠の木上鉄はジップ。ボーイズリーグ、北九州ファイターズに所属していた。父と同じく、小倉校卒業後、1年間の浪人生活を経て、青山学院大学に入学。野球部に入部後、保守から外野手に転校し、大崎雄太郎、高市俊。 横川志学、やひで秀俊、小久保哲也と共に、東都大学野球にて、リーグ戦3連覇を達成した。大学選手権では3年次優勝、4年次準優勝という成績を残した。リーグ通算52試合166打数40、安打25打点4本塁が、打率、241。大学卒業後は、社会人野球の松下電器で、 女子対抗野球出場、2008年度ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから5意指名を受け、11月25日に契約金5000万円、年俸1200万円で仮契約、右の長距離打者として期待されていた。2年前のドラフトでは、大崎雄太郎、横川志学、津村屋秀俊、高市俊も指名を受けており、青学大同級生で5人目となる。 プロ野球選手となった。2009年8月24日2009年2軍ではフレッシュオールスター前まで規定打席には到達しなかったものの60試合に出場。打撃の良さを評価されフレッシュオールスターに選ばれる。試合では途中出場ながら3打数1安打と結果を残した。2010年には1軍に初昇格、初出場を果たすも4試合の出場に止まった。 2011年1月に結婚。同年シーズンでは一軍昇格を果たせなかった。オフの12月12日、橋本義隆との交換トレードで東京ヤクルトスワローズへ移籍した。2013年に軍戦では63試合に出場し、自身最高となる打率。312を記録し6本塁打を放つ活躍を見せた。しかし、 ヤクルト時代は一度も一軍昇格を果たせず、同年10月8日に、球団事務所にて、戦力外通告を受けた。対談後の2014年からは、新規開校の野球スクール、ベースボールワクワク塾のコーチを、六角綾子らと共に2016年途中まで務めた。2016年2月に、学生野球資格を回復し、同年4月より、 ジップノックスのキ上鉄が監督を務める九州国際大学附属高等学校公式野球部のコーチに就任した。ありがとうございます。